あ、今猿が3階から2階に降りて走っていきました。器用に雨どいを伝い、3階から2階に移動する猿。捕獲を試みようとしますが、猿は屋根の上に場所を移します。今日午前11時過ぎ、米子市街地に猿1頭がいるのが発見され、警察や市の職員が捕獲作業に当たりました。猿が現れたのはイオン米子駅前店から元港山球場へ続く通り付近で、住宅や店舗も立ち並ぶ中心市街地です。11時過ぎですね、駐車場の方に回ってて、この辺で草を食べてたんですけど、ちょっと人がだんだん集まってくるにつれて、裏側の方の雨どいかなんかを使って2階に上がって3階に上がってみたいな感じで、この建物とこの建物、この2つの建物を行ったり来たりしている感じです。全然珍しいですね。いや大変ですよ、ね、降りてこないもん、ね、辺りにはこのように人が結構集まってきたんですが、猿の様子はというと落ち着いた様子で座っています。逃げる素振りを見せません。しかしその後、猿は建物と建物のわずか数十センチほどの隙間に入ってしまいます。ここで挟み撃ち作戦の決行です。長い棒を使ったり、ライトを当てたり、笛を吹いたり、さまざまな方法で猿を奥に追いやろうとしますが、猿はなかなか動きません。この時点で通報からすでに2時間が経過。ここで一大チャンスが到来します。隙間から猿が出てきました。捕獲開始から初めて猿の頭を網でキャッチ。しかし猿は再び逃走します。取材班も諦めかけたその時、事態は大きく動きました。マンションの駐車場に猿を追い込むと、捕獲隊が後を追いかけ、最後は網を使って捕獲。通報からおよそ2時間40分後に無事捕獲に成功しました。市街地に現れたこの猿、調べたところ港山公園から脱走した4歳のメス猿だったことが先ほど分かりました。